ニューイヤーコンサート2015からおよそ2時間後のウィーン・ラク・ユー・キ会ー金ホールの後継。ウィーン・フィル・ニューイヤーコンサート2015はウィーン・フィル・ハーモニー還元楽団による2015年のニューイヤーコンサート。指揮者はズービン・メータが務めた。2015年はシュトラウス家の中でもエドアルト・シュトラウス一世の生誕180年に当たることから エドワルトの楽曲が例年よりも多い計算曲の登場となった。第一部は指揮者、ズービンメータに捧げる内容となっている。最初のウィーンの朝、昼、晩はメータの学生時代を想起されるという理由で選ばれ、次のワルツ、東方のおとぎ話はメータがインド出身の東洋人であることにちなんでプログラムに選ばれている。ウィーンを舞台とする二曲の後、 オーストリア、ドナウ川とテーマが広がっていく。第2部は、ウィーン工科大学の創立200周年と、ウィーン大学の創立650周年を記念する内容となっている。常堂局から上記を上げて、までの4局は、多数の技術者を輩出してきたウィーン工科大学を叩いて選曲された。学生ポルカと自由行進局は、ウィーン大学にちなんで選曲されている。 ウィーン大学は学生ポルカバレー映像のロケ地となっている。アンネンポルカはメータの妻ナンシーに捧げるために選ばれた。は、初登場作品。ありがとうございます。